おはよう。僕はドーナツハウスの管理人、六文字源之助だよ。今日のお話はね、エピソード15、鉛筆ホテルに花が咲く。太郎ちゃん、神宮前11丁目の裏通りにベッド&ブレックファーストの BB ホテルがオープンすることになったのはご存知ですか？ああ、あの鉛筆ホテルのことだろ。ひょろひょろっと細長い建物で、鉛筆ホテルっていう名前はぴったりだよね。部屋の内装をキキとララがやってるんだろう。そうなんですよ。原宿らしくポップなホテルになるそうで、キキとララが壁にペインティングすることになったのです。なんといってもプロのペンキアーティストですからね。小さなホテルなのに8階建てで、ワンフロアに1部屋しかないんだろう。本当に鉛筆が立ってるみたいだから、街の面白いシンボルになるんだろうね。部屋の中にはいろいろなチューリップを描いてるんだそうですよ。一部屋ごとにコンセプトイメージが違うらしくて、パステルの部屋だったり、モノトーンの部屋だったり、たくさんの花畑が出来上がるそうですよ。キキとララのことだから、花畑を描きながらトカゲとか毛虫とか怪しい生き物たちをたくさん登場させそうだよね。そうなんですよ。バスタブの中に芋虫を描きそうになって、慌てて取り消されたそうですよ。鉛筆ホテルの朝食はパンケーキなのかと思いきや、美味しいおにぎりが用意されるんだそうです。 BB ホテルなら朝食がポイントだからね。小さなおにぎりやお餅ケーキが花畑みたいに並ぶんだろうね。源之助、僕たちも偵察に行ってみようよ。そうですね。ララがパンでお花が咲いていると不思議なことも言ってましたよ。ああ、それでわかったよ。パン屋のおじさんが花形のパンをたくさん焼いてたのは、パンのお花を飾るためだったんだね。チューリップパンも早く食べたいな。源之助、早く行こうよ。そうですね。たまにはホテルの朝食もいいですね。さあ、今日も素敵な一日が始まるね。バイバーイ。